かなかったことを言っていただいてもいいし、わかりました、書いたことを言ってもいいし、はい、よし、いいですか、はい、はい、じゃあいきます。はい、前歯の部分矯正治療お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、先ほどね終わってアンケートをいろいろ書いていただいたんで、はい、いくつか質問させてください、はい、お名前を教えてください。伊藤かなです。はい、ありがとうございます、はい、年齢を教えてください。29です、はい、ありがとうございます。で、前歯の部分矯正で実際に動かしてた期間を教えてください。4ヶ月半、うん、4ヶ月、はい、やってましたね。で、上をね、やってたんですよね、はい、ワイヤーでやってたと。で、そもそも部分矯正したいなとかしよっかなって思ったきっかけを教えてください。きっかけは、うん、笑った時に、うん、結構前歯がガタガタしてるなっていうのを写真を見て気づいて、うん、それで気になってっていうのがきっかけで、うん、それがまあ積み重なってのやろうかなみたいな。そうですね。じゃあその時に当たったのは写真、はい、あとは対面で話したりする時も若干。そうですね。なんか気になってから。あ、気になってからはもうそこからもやる。そうですね。一番最初にこう気になったのっていつですか。気になったのは、うん、多分やる2、3ヶ月前とかだったと。あ、じゃあもう全然学生の頃は全然。学生の時に一回矯正をしたいなって、うん、その決めたタイミングはあったんですけど、うんうん、値段が結構張るなと思って。あ、絶対矯正。あ、そうです。それで、まあ、別に気にならないよって友達は言うし、うん、まあ、やることでもないかなって思って、うん、そのままにしてたんですけど、うん、最近突然やっぱり気になるなって思い始めて、うん、熱は一回冷めてまた最近ドンって。そうです。で、調べたら、うん、部分矯正っていうのがあるとか、うん、値段もちょっと半分ぐらいになるとか、うんうん、期間も、はい、全体だと2年ぐらいかかるから、うん、この年で今から2年間矯正つけるのなんかなって思ってたのが、うん、短いっていうので、うん、ちょっとやってみたいなっていうのが流れに。で、それで、はい、まあ、うちと、もう1個ぐらい相談されたんですよね。そうですね。その、じゃ比較したいなと思って、あんまり周りにやってる人がいないので、はい、で、行ったら、うん、そっちの歯医者さんは終わってから、うん、マウスピースで、戻らないようにするために一応マウスピースで頑張ってくださいみたいな、はい、そうですね、って話だったので、うん、ちょっと面倒くさいなって少し実は思ってたんですけど、自分的にマウスピースが面倒くさい、面倒くさいな、ちょっとやらなくなりそうだなみたいな気持ちがあったんですけど、なるほどって言って、じゃあ次にうちに来てくれたんですね。そうですね。で、そしたら値段はやっぱりこちらの方が少し安かったのと、うん、若干ね、うん、買ったのと、もう終わってから裏側の矯正でいいって書いてあったので、うん、裏にこう、戻んないように割り合わせるっていうね、っていうので、お聞きしたので、うん、そっちの方が自分の生活というか、性格的にもいいかなと思って、こちらでお願いしようかなと思って。じゃあ、うちでやろうと思った決め手としては、うん、終わった後に戻んないようにするためのこの裏ワイヤーがいいかなっていうのと、はい、あとは、まあ、費用的にもちょっと安かったりとか、はい、どうなんだろう。あとは立地ですかね。立地が。よく来るエリアだったので、そうそうそう、来やすいなって、電車とかも乗り込むというか、その辺も来やすいなって。総合的に良さそうだなって思っていただけて、はい、そうですね。はい、じゃあ、スタートする前になんか不安だったことなんか覚えてますか？不安だったのは、うん、その痛いってよく言うので、矯正が痛いっていうのと、はい、あとはできるだけ早く終わりたいなと思ってたので、まあ、どれぐらいかかるのかなって、実際はって、どうなんだろうみたいな、そこが気になって、最初半年ぐらい見てないみたいな。あ、そうですね、なんで半年かみたいなのがちょっと気になったところでは。実際スタートしてみてどうですか、痛みはどうですか。痛みはやっぱり多少はあって、その動かしているっていうのも分かるので、うん、痛いだろうなっての思うんですけど、うん、やっぱ硬いものというか、前歯とかではあんまり物は食べないようにしたりとかはしてたんですけど、うん、そんな痛み止めを飲むほどとかではなくて、だんだん慣れてくればそんなにいけば、ご飯も普通に食べれました。奥歯の中心みたいなところは、ね、前歯は積極的には使わなかったよ ね、 ねってことですね、はい、なるほど。で、あと何でしたっけ、口内炎がやっぱり
その器具が擦れて、あの内側がやっぱ痛くって、うん、あのカバーする、うんうん、あれワックスをもらってつけたりしたんですけど、やっぱ取れちゃうとかで、しばらくそれは痛かったりしたんですけど、うん、まあ変わだんだんそれも当たらなくなって、うん、ずっと痛いわけではなかったですけど、うん、まあ唯一痛かったですが、それがちょっと気になった、辛かったなっていうのは。装置によるこの唇と擦れた粉液ですよね、はい、矯正というよりかは装置が、そうですね、しょうがないかなみたいな話はされてたので。なるほどね。でも期間はね、もう半年より半年終わったんで、そうですね、それはまあ良かったかな。じゃあ前歯の部分矯正やる前とやった後で歯並び、うん、どういう風に変わりましたか？結構その今外して鏡見たのが初めてだったので、うんうん、はい、なので結構つるっとなったなっていうのはすごい嬉しかったです。横ってひねったりちょっとこう段差になったりね、はい、まあ、すごい激しいわけじゃなかったんですけどね、うん、なったんですけどピーッと並びました、はい、よかったです。じゃあ満足はちょっといただきました、まあ、はい、前歯の部分矯正やる前とやった後で、まあ、気持ちの変化だったり生活の変化、うん、どうですか？やる前こうだったけど今だったらこうだなみたいな。うん、なんかどっちみちマスクをずっとつけてるので、はい、大きくなんか生活が変わったって感じはしないんですけど、はい、まあ、鏡見た時とか写真撮る時とか、なんかご飯食べる時とかに、うん、自分がずっと気にしてるところだったので、うん、見え方に、はいはいはい、そこが気にならなくなったなっていうのがあるので、ちょっと今日から楽しみだなっていう。じゃあ対面とか写真のストレスがなくなったかなみたいな、ね、はい、減ったかなみたいな、正解ですね。じゃあ前歯の部分矯正をこうやりたいんだけど、うん、まだ探してる人、うん、ちょっと前の自分、うん、探して、うん、どうしようかなっていう人に何かメッセージというかアドバイスをお願いしたいんですけど、うん、なんかもし値段で迷ってるんだったら、うん、実際他よりもやっぱりこちらは安いですし、始めてみればあっという間なので、うん、痛かったりはしましたけど、うん、それもそんなに苦痛なほどではないですし、うん、で終わってからやっぱり綺麗な歯並び嬉しいなっていうのがあるので、迷ってるならやってみていいんじゃないかなって思います。書いてあります、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に前歯の部分矯正ね、はい、まあ、4ヶ月ぐらいかなこうやって動かしましたけれども、はい、振り返ってみて前歯の部分矯正はやってよかったですか？やってよかったです。やってよかった、はい、ありました。質問以上になります、はい、ありがとうございました。